ボートレース平和島で G1 第69回関東地区選手権が3日に開幕する。前県比の2日はエンジン抽選などが行われ、畑田太一25イコール埼玉122期イコールが近郊上り調子の11号機を手にした。昨年の関東地区選江戸川で G1 初優出した畑田は今年、5期ぶりに A1 復帰を果たした。今回主にした11号機では前節、今坂明宏が優出、5着、した。前県の特訓後は、足は普通ですね。班の比較も一緒ぐらいでした。このまま微調整をしながら乗ってみる、と9大点を与えた。初日は 4R の1回乗り、昨年は初戦1着で勢いに乗った。5コースからまくり刺して今年も白星発進を狙う。